再々訴えたいんですけども、これはどういうんでしょうかね。森友改ざんで自殺した元職員の手記公開、まあ、そこまでしているのに、まあ、これほどね多くの声が上がっているのに再調査を行わない意向だということなんですよ。これだから永遠にもう結論が出たものとして闇に葬ろうとしてるわけですよね。前回のあのお手盛りの調査報告書、これを軸にですね答弁を繰り返していて、それでは何の前にも進まないわけですよ。新しい事実をもとにですね、やっぱことを進めていただきたいと思うんですよね。ところがですね、それが事実かどうかわからないというふうな主張なんでしょうね、きっと。確かに事実ってのは解釈する人によって変わりますよ。でもこの命を懸けた手記ってのがね、架空の絵空事なのかなって考えられると、どうなんですかね、そういうふうに言い放つっていうのは。もうまさにですね、この元職員さんの手記っていうのは、その財務省内部の、近畿財務局のまさに当事者の、告白ですからね。ですから証人喚問と同じレベルで本当のことを告白してると認定してもいいレベルのものなんですよ。でこれはね、何をもってねこの手記が偽物だというふうな主張しているのか、いや偽物じゃないというんだったら、じゃあ本物じゃないかって話なんですよ。じゃあどっちかわからないならやっぱり検証しないといけないですよね。再調査は絶対に行わないといけないと思います。もうなんかね、こう安倍さんなんとかしてくださいよ、もう本当に。だと安倍昭恵さんがね全ての発端なんですよ、結局は。私なんか言えることではないですけども、安倍昭恵さんが勝手な口利きをして、もしくは忖度を巡らしてですね、あの国有地の値下げなんかに加担しなければよかったんですよ。あんなことするところからね全てが始まってるんですよ。まあ、ですんでね、安倍昭恵さんのせいだとは言いませんけども、うん、それはね官邸に忖度して結局その通りに改ざんをする、そういうふうなね近畿財務局にも手ぬるいところがあったのかもしれませんけどもね。それはね、職を辞してでも、まあ、そんなことするんだったらやめますよっていうふうにもう全員がね言うぐらいの、まあでもそこまではねできないですよね。やっぱり自分の身に置き換えたら、せっかく入ったらね官僚とか近畿財務局っていう職場を失ってまで、正義を貫けるかどうかって言ったらね、なかなか難しいでしょうね。朝日新聞のデジタルの方を見てみましても、何度も再調査を訴えたいというふうに奥さんが申されてますよね、ちょっとこの記事だけ読んでみましょうか。参院予算委員会での安倍晋三首相と麻生太郎の財務省の答弁を受け、森友学園への国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざん問題で自殺した近畿財務局の赤木俊夫さんの奥さんが弁護団を介して追加のコメントを出したと、怒りに震えていますと。私も怒りに震えてますよ。夫の意思が完全にないがしろにされていることが許せないと。何度も再調査の実施を訴えたいと思う。ぜひ第三者委員会を立ち上げてほしいと思います。はっきり言ってね、第三者委員会じゃないと意味がないですよ。何なんですかね、その公文書を改ざんする人がさらに自分の公文書を改ざんした自分たちのチームに対しての調査報告書でしょ。じゃあ調査報告書の信憑性ないじゃないですか、だから本当にね中立な立場の人が入っていかないと、この報告書なんてのは単なる紙切れですよ、ね、ましてやこちらの、当事者の近畿財務局職員の赤木さんっていうのは、これ手記書いた後にね、遺書書いた後にもう行き場がなくなっちゃってお亡くなりになったわけですよ。なんて言いますかね、大阪地検も真実を本当に知っているんだったらどうなんですかね。本当にここに遺書の方にはね、大阪地検全部知ってるって書いてますけども、じゃあ全部知っているのにこう官邸に切り込まないってことはですね、やっぱ官邸にもう飼いならされちゃったわけなんですよね。もう完全に官邸の下部組織なんですよ。ですんで三権分立なんてのは黒川検事総長がどうこうという前にもうすでに壊れていたのかもしれません。一体どういうんでしょうねこれはね、なんか どうなんでしょうか、正直者がバカを見るって昔のことわざは今でも生きてるんでしょうか。それともその言葉が生まれた当時、江戸時代か室町時代か分かりませんけども、その頃からも人っていうのはね、こういった法の支配ではなくて人の支配を受けて恣意的に歪められた解釈のもとに本当に悔しい思いをしていたんでしょうかね。で後世の人に訴えかけるように、正直者がバカを見る目なんて言葉をね残してくれた、それが多くの方の実はね遺書だったんではないかなと思うんですよ。正直者がバカを見たよと、やっぱり権力に巻かれて、長いものに巻かれてね生きていくのが長生きの秘訣だと、少しでも豊かに生きたいんだったら強いものに媚びていこうよってことだったのかなと思っちゃうとね、
何とも言えないですね。私たちは幼い頃、正義の味方を信じて、それに憧れて、大人を目指したはずなのに、大人になったらどうもですね、うまくいかないですね、この辺が。はい、単なるね、憤りの私の、また今回の動画になってしまいましたけども、皆さんね、記事の方、今回は、朝日新聞デジタルと、もう一つ、マグ2ニュースですか、マグマグニュースですね。こちらの方、2つ URL をつけておきますので、ご覧になってね、もう、怒る方は怒る、怒らない方は怒らない、もう素直にしてください。まあね、全体的に見るとね、この安倍政権、長期政権になりましたけども、多くの方が支持したっていうことと、私も全部が嫌いなわけではないんですよ。ただこの森友問題はここまで曖昧にしちゃうと、他の安倍さんの功績もね、すべてね、曇らせてしまうことになるんで、一点の曇りもなくってわけにいかないですけども、こういう大きい問題だけは、それはね、もうちょっとなんとかしましょうよね、安倍さん。よろしくお願いします。